日本関東地方茨城県茨城県南地域。茨城県南地域とは茨城県のうち南部に位置する地域を指す。人口約100万人で茨城県内で最も人口が多い地域である。旧新張県新張郡、筑波郡、篠田郡、河内郡、旧千葉県相馬郡で構成される。茨城県内においては一般的には県南と呼ばれる。 茨城県南地域は、茨城県を5つの区分に分けたものの一つである。県南地域は、茨城県内では最も、東京都心に近いことから、ベッドタウンとして開発され、また、筑波県旧学園都市が開発されるなどして人口が増加した。おおむね古海側を境に左岸が、日立国、新井張県を経て、茨城県へ、右岸は、旧下宇国、印馬県、千葉県を経て、 茨城県へ移管された地域である。東京のベッドタウンであることや千葉県統括地域に隣接していることから地域内でも生活圏は多岐に渡る。以前は土浦を県南の中核都市として常磐線沿線を中心に発展してきたが、筑波県旧学園都市の成熟や首都圏新都市鉄道筑波エクスプレス開業により、現在は つくば市を中核都市としたつくばエクスプレス沿線での開発が進んでいる。ナンバープレートは県南地域全域が土浦ナンバーであったが2007年よりつくばエクスプレス沿線の自治体であるつくば市、つくば未来市、森谷市ではご当地ナンバーであるつくばナンバーが導入されている。県南地域はさらに細かく分けることができエリアごとに様々な特色がある。 地域の分け方は多種あるが、ここでは現在の開発に合わせた地区を記載する。県南地域の最も西側に位置する地区である。つくばエクスプレスや常磐自動車道が通るなど、東京都市への時間距離が最も近いエリアであり、つくばエクスプレスを通じて一体的な開発が行われている。つくばエクスプレス沿線地区は、つくば研究学園都市テクノパーク桜。 研究学園カツラギ地区、上層ニュータウンパークシティ、森屋などの計画的に作られた新しい街が多いのが特徴で、現在最も人口の増加が進んでいる地区である。茨城県は環境、福祉、情報化などの分野で先進的な取り組みを行い、豊かな自然の中に利便性に富む都市機能とゆとりある居住環境が調和した21世紀の 我が国の居住環境をリードするモデル的な街づくりを当地域で推進している。県南地域の最も南側に位置する地区である。国道6号、JR 常磐線があり、県南地域の中でも東京都心のベッドタウン化が最も早く進んだ。龍ヶ崎市は龍ヶ崎ニュータウンとして開発され、鳥出市、牛久市は様々な省、中規模の開発やニュータウンの開発が進み、 人口が増加した。現在では人口の伸びは落ち着いているが、人ひと,ひとニュータウン、日立の中央、上層ニュータウン取り手夢目の地区など、現在も開発が進められているところもある。首都圏中央連絡自動車道も建設されていることから新たな発展が期待される。県南地域で最も北側に位置する地区である。国道6号、常磐自動車道。 JR 常磐線が主要な交通事故である。東京都心へのベッドタウンとしての性格は弱く、土浦、千代田工業団地、土浦北工業団地、柏原工業団地等工業の集積が進んでいる地区である。土浦は江戸時代から土浦町の城下町として、石岡は古代に日立国府が置かれ、地域内でも長い歴史を持っている。今後、 茨城空港や国道6号千代田石岡、バイパスなどの広域交通ネットワークが整備される予定である。県南地域で最も東側に位置する地区である。霞ヶ浦と利根川に囲まれた国草地帯で農業が盛んであるが、現在は人口減少が進んでいる。首都圏中央連絡自動車道が建設されており、成田国際空港にほど近い地域として、 発展の望まれる地区である。ここには、茨城県南地域に関するデータを列挙する。県内の市町村、茨城県。2020年3月1日閲覧。ABCDEF 第二表世帯数、人口及び面積県、地域、市町村。ありがとうございます。